おや、音色が聞こえる。あーちゃんは、何ですか？ここの中からすごい音色が聞こえるんですよ。なんでちょっと開けてもらっていいですか？あれ？え、だって、え、ここにお前、ここにピアノがあったのにお前。お嬢さんが忍び込んだ、どっかの霊場が忍び込んだ。うまあーちゃーん、いらっしゃい。え、お嬢さんはどうしたかしら。いらっしゃいって。お前はビーチですか？ビーチ腹立つ。ビーチですか？何？ピンクの人ビーチですか？ピンクの人ピーチですか、うん、私ですか、うん、私はピーチ姫。そう、よくわかったわね。あなたはマリオ。うん、そうなのね。マリオ。何さっき覚えたんだよな。アグンがやってあげる。それよりもです、すいません。はい、いいですか、ちょっとどうぞお話を伺ってもいいですか。はい、あの、はい、この部屋ってここにスンってあの、はい、細くピアノがあったと思うんですよ。はい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 、はい、あ、ピアノよく見たらあれなみたいな、ね、あ、これピアノなのかみたいな感じですよね、はい、なんじゃこのどでけえピアノは。いやいやいや違くてさ、違うじゃん。ね、ちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。グランドピアノを買っちゃったの。ふざけんな。でけえよ。でっけえって。でもこれはね、グランドピアノに似せた電子ピアノだから音と音量調節もできるし、うん、いや、あんた大丈夫？グランドピアノに見立てた、こうやってたでしょ、グランドピアノっぽくなの。ここが隠れるのね、うん、天使。いや、これすごいよ、でも。本当に、でっかいし、存在感がすごい。いい意味でもでかい。すごい迫力だもん、普通に。ちっちゃい電子ピアノでツイキャスとかもやってきてたし、うん、これはパナハイツアーバーの時からずっとあったピアノでしょ、覚えてるでしょ、はい、この白いピアノ。そうだね、すごくあのお気に入りで、うん、私もね使っていました、あのピアノ。だってあれ6、7万円なのにすごい可愛いし、見た目も、うん、で別に音も悪くないし弾き心地も全然私的には良かったんだけど、うん、でもやっぱりこのハイクオリティ電子ピアノ、私は出会ってしまったね。電子ピアノの中では一番強いぐらいの電子ピアノだよ、普通に。このローランドっていうこのメーカーは電子ピアノが最強だと言われているらしいです。はい、ヤマハだったり河合だったりはやっぱあの本当に鍵盤、本物が強い。そう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 、本当に弦楽器としてのこの鳴らすピアノはすごい本当に一流なんですけれども、このローランドっていうのはね、このすごいいっぱい機能がついてるんですよ、うん、私はやっぱバラエティに富んだあのツイキャスとかもしてたし、うん、なんかいろんな曲を弾きたいね人なので、うん、こういうのがついててくれるとすごく助かるなっていう機能がついてます。うわぁ、こんな感じでいろいろこう収納されてるんですよ、曲が、うん、100曲ぐらい、うん、
流れるし、ね、このここがねグランドピアノっぽくなってるけど、ちょっとねほらやっぱ違うんですよね。さっき見たと思う、これスピーカーがついてるわけです。はいはいはい。で Bluetooth を飛ばしてこの中に入っている何でも曲を流すこともできると。はい。変な話 YouTube もここから聞こえるみたいなそういうこともできますし。え、あれ、え、島村楽器の人島村楽器のお姉さんにすごい褒められたの。なんかじゃあもう絶対お姉さんにはこのピアノが合いますよみたいな、うん、やっぱこうわっていう、 こう迫力もあるじゃんね、弾いてる時に。うわーすごで、私が思ったのはインスタライブとかする時に、うん、ここに三脚を置けるの。うわ確かに。そうこうやって閉じて、うん、ここに三脚置けるの。これ確かにめっちゃいいと思って。だからいつもドガーンとか言って落としてたもんね。そういつもここに置いてパーンとかなってたから。いやしかも直にスピーカーが聞こえるっていうね。あーちゃん手ちっちゃいのに頑張ってこうやって弾いてるんだよ。ちっちゃいよこれ。ほらほんとやだ。なってんだけど、このちゃんとガタリがいいのでこのグラグラも全然しません。はいはいはい、はい、スマブラやってんな。スマブラ大好き人間なんだけど、本当お父さんに似てるね君に似てるね全然ピアノとかやらないもん。だから次の方がねもうピアノとかにハマってくれることを私は狙って祈ってるいやいやでもね、あのねえでかくねっていう。でかい、でかいんだけど。一つ言わせてもらいます。はい。でかいです。え、なんか支障ある？いやー、まあまあまあないか。いやでもここら辺なんか追いやられてる感すごいけど。確かに確かに申し訳ない。なんかポンスの部屋だったのがなんかピアノの部屋みたいになっちゃって。うん、そう。しかもなんかちょっとお嬢様感出ちゃったみたいな。ね、霊場だもん。そう。いやー、しかもね、これお高いですからね。そうなんです。もうここ最近で言うと、もう車の次に高いんじゃないかっていうぐらい。そんな。いや、でもあんちゃんあんま買わないからね、その高額商品を。うん。これは、70万でした。いいねー。このでけえの買いやがって高えの音は全然言いませんね、僕は。だってあんちゃんピアノ好きだし。しかもさ、あーちゃんさ、これ誕生日プレゼントなんだよね、自分への。あーそう、ルンバめっちゃ使ってるけど、もうルンバはなんか家族のためだとして、うん、このピアノもあーちゃんも。だってね、はい、だってあーちゃんこのピアノが届くってなって、うん、もう10日間しかまだネイルしてなかったのに、うん、全部ぶちちぎったもん、爪切りでもう楽しみすぎて、もうネイルなんかいいやと思って、これも可愛かったんだけど、もうピアノの方が楽しみすぎて、もういいや、もう最高。あー、いやでも自分がピアノ弾けて弾くの好きだったらめっちゃくちゃテンション上がるな、このでっかいピアノ来たら。たまにさ、うーくんがさ、あの、トゥー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 トゥみたいな弾くやん。うん、それしかできないからね。そう。あーちゃんもあの動画ツボすぎて、もうそのうーくん一生懸命ピアノ弾いてるのかっこいいはずなのに、うん、もう爆笑しながら聞いちゃうんだよね。それ弾いてるみたいな。ゆうくんも、ちょっとピアノをなら、あの、せっかくあーちゃんがいるんだから、うん、なんか弾きたい歌とかあったら全然、あの、言ってもらえれば。わかりました。せっかくこんないいピアノ買ったからさ、うん、ちょっと夫婦で連弾して弾ける曲とか、なんか、うわぁ、ありあり。すごくあり。ゆうくん右手だけでいいから、あーちゃん左手でやるから、うん、そしたらさ、ジョジョとかさ、弾けるかもよ。うわ、かっこいい。やりたい。ね。あーよかったね、あーちゃん。嬉しいな、これありがとう。あーちゃんよかったね、あーちゃん。
うーくんがこうやって一緒に喜んでくれてよかったです。はい、いやーよかった。でかいけど。なんですか。でかい、え？でかい。でかいことだけがちょっと不安。確かにね。うん。なんか最初のこの高揚感みたいなすっごいあるんだけど、その後でっけえなーってなってきそうでね。でっけえなーってなってきそう。でもさ、こうなんかこう考えることにしたの。あーちゃんはこれ以上狭い家に引っ越さないで済むようにお金を稼ぎ続けようみたいな。お、いいね。この家それこそがやっぱ高価な買い物のね、真骨頂ですよ。このピアノがお粗末にならないように、うん、部屋も広いところを借りれるようなこれからにしていこうみたいな。いいね。そういうモチベに上げてった。はい。はぁ、かわいいね、名前つけてあげるよ君は。でももうじゃあさ、でもさ、俺このデカさのあーちゃんのスペースがあるってことは、このデカさの俺の物体もバコーンって置いていいってことだよね。え？どういうもの？え？どういうの？何でも置いていいってことだよね。まあ一応そのまあそうだね、権利はあることにはなるね。うん。まあでも一応聞いてほしいけどね、全然。ん？全然聞く義務はあるよ。あーちゃんも聞いたし。うん。うーくんも実際一緒に見たじゃん、買うときに。勝手に買ったわけではないんだよ。うん。みんな。うん、これがうめえ、うわぁ、うわぁってわけじゃない。ちゃんとうーくんに、これいいかな。で、ちゃんと聞いたし。ね。うん。だから、うーくんが、やばい、なんか意味わかんないコックピットみたいな書斎。水槽とか。水槽？水槽。バカでかい水槽。お、どっかっちに？どっかに。まあ、何を買うかによるよね。亀とかいいよね。亀？でっかい亀とか。ワニとか。ワニかい。まあ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 、やめよう。まあでも確かにね。まあ、うーくんも、いいよ、買って。まあまあまあ、考えておきます。はい。いや、とにかく、あーちゃん、よかったね。誕生日おめでとう。ありがとうね。あーちゃんにこのサムネ撮って。うん。じゃあね、これで、はかどって、はい、インスタライブとか、いっぱいやります。いっぱいやってください。はい。ありがとうございます。イェイ！いっぱい弾きます。かわいいね。あれかわいいね。1個が2個が4個が3。